Nick. ありがとう。ああ、びっくりした。あんた女だから。バカ。
there are, y'all. ケリーは我々はケリーの相手に1000万としてやった有利のケリーってやらば筋書き通りに負ければ我々の利益は4000万。ケリーは疑問だけは取り戻す。使用してください。使用しようしてください。だから1000万もかけたんだ。君はうちの会員になりたい。 働きによっては、すぐに幹部になれる。声優界はそういうところ。足を使うんだ。逃げ回る。逃げ回るんだ。窓を耐えるな。ケリー。試合まで時間もないんだ。少し休んでもいいぞ。分かってる。 Huh?
ちは僕の恩人だもんな。ボクサーになると勧めてくれたし、二度と来ない。昨日声優界の花田ってやつが来て、さっきの電話があった。俺辛いんだ。自分らは負けても相手のくさ。負けたくない。レイはどうしてる？僕は好きさ、あの子。みちお、僕は今日の試合に負ければみちおは本当に助かるの。俺の一生はかかってる。いいとこなのになんだよ。殴り込み？どうだろう、よかしな。すごい怖いだよ。ロシア人とか床が捕まってんだってよ。やだやだ。やだね、俺たち平和主義だもんな。暴力反対。どうしてんだよな。どうしてんだよ。てめえ。あこ。元気出しようよ。いくら相手が置かないから。おじけづくなんて見損なったよ。レイ、バーベキューしてやるバーベキューか。さあお嬢さん、ガビロンだよ、まったく。こっちから行こうと思ってたら、わざわざ来てくれとはね。もう、いい加減しねえかよ、もう。
この町から出てけ。ねえ、手渡しもだ。いつからこの町の声優会なんですか。勝手なこと言うんじゃないよ。お前のが勝ったこと言われる。それがこの町じゃねえのかよ。そんな凄んで見てたってちっともかがねえよ。しかも女を相手に戻った。そんなことをするために小遣いさんがやり、このアジトを与えてるんじゃない。前にやってもらいたいこと。今夜の試合でフリー藤原が負けることになった。試合が終わってみるまでは安心できない。試合が始まるまでお前はフリーのそばにくっついてる。あったんだら返事しろ。また道夫のこと考えてんだよ。ダメなんだよ、あいつは。早く別れちゃった方がいいんだって。早くこの2人試合だよ。ただいまより運
日のメインイベント対戦を行います。赤コーナー日本ミドル級3位159ポンドの花部種目ケリージヤマ、青コーナー日本ミドル級5位159ポンドの日本の一人高坂種目木橋青、ジャッジ内田翔一、同じく佐々木昭義、レフリー森田健。Thank you.
でもいい。やっぱり負けたくない。どうしたのか、カエルさんで道がどうするか。なんでどうしてお力逃がすな。絶対にだ。ネズミ一匹通さないってことだ。あいつ今度こそ本気らしいね。今こうどうしよう。この町から逃げ出さなきゃ。そうじゃないか。どこに移住したってこんな金魚の糞みたいにゾロ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 くっついて歩いたんじゃどんなマルケンだって見つけられてしまうよ。ここで別れよう。別れる。道雄は私が連れ出す。ゆり子はみんな店に帰んない。あそこなら仲間がいているし、あなたや勝也だとやたら抜け出しはできない。やだよ。今度怪我したら道雄と見えたけど、私たちだけは帰れるわけないじゃないか。そうだよ。な、みんなだってそうだろ。一緒に行くよ、あたいたち。そんなこと言ったんだ。バカ野郎、なりやぶしじゃあるめえし、ぐじ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 するんじゃねえや。結論は出たんだ。さあ、決めな。さあ、早く。一応、あんたの服に連れてきた。きっとまた戻ってくる。困ってるじゃん。メイ、気をつけてね。みんな、あなたや勝也なんかに負けちゃダメだ。うん。
ざく。こんなところにはいつまでもいられないね。さあ行こう。何すんだよ。それでも男かよ。そんなにやられたけりゃさっさとくたばっちまえな。道夫がどうした？つらかった。つらかった。死に損ないね。どこに逃げ込みやがったのかな。ゆっくり。俺と一緒に水友会の事務所に来い。話がある。
嵐だったらここで行こう。道をどうするんじゃ。後悔するね。寂しかったんで、ごめんね、ごめんね、君がないのも、雨の朝、僕がいなくて。どんなに短い命でも愛のこの日はまだ消えはしない白い花好きだったね。姉はどこだ。願い女はなんとも言ったらどうだ。道をどこへ隠した。君の白い指に一緒に歩いてくか。オートバイ取れないと。大丈夫？結構大丈夫？いや。結構手も書いてんで、子供待ってな。うん。気をつけてな。
みっちょやめて。みっちょ。Come on!
目上で待ったな。大丈夫？早く。
危ないことやめて。あんた正義感騙されてるんだ。さやかのやつだって。あんただってうちよと同じように。何よ。何がおかしいのよ。あたい本気よ。僕は恥知らずじゃないねえ。ケリーは恥知らずじゃない。立派だったよ。とだけど道は死んでしまった。憎んだあいつこの手で殺してやりたい。ケリーが戦うのはリンに言える。それが一番ケリーらしいんだ。